玉木デニースピリッツオブラディオ。8月13日土曜日午後5時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。毎日暑いですね。こんにちは、玉木デニーです。まあ暑い最中ではありますけれども、まもなくお盆、すでにもう本土ではお盆休みに入っているという皆さんもいらっしゃってですね、この、今日明日、週末の15日のお盆に向けて、週末というか週明け月曜日の、お盆に向けて、全国でいろいろとこう皆さんが移動しているという渋滞のニュースが流れていますね。沖縄の旧盆は来週です。来週日月火、違うな、月火水ですね。月火水というふうになっています。え、そうだっけ。そうです、月火水です。月曜日が運慶、16日、火曜日が中日、中の日ですね。17日がウークイということになっております。さあ、今週はそんな、お盆とは関係のないスコーピオンズの曲をお届けしてお送りしたいと思いますので、よろしくお付き合いください。さあ、メッセージもお寄せいただきましょう。どうぞお寄せください。アドレスは 761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp。 ファクシミリは 098-934-8653、 098-934-8653 となっております。今週は絶対3曲かけたいなと思うので、そろそろもうオンエアに行かなきゃいけない、曲に行かなきゃいけないというタイミングかもしれません。よろしくお付き合いください。玉木デニースピリッツオブレイディオ。この番組は池一組株式会社沖縄ドリーム、クララ鍼灸整骨院、中野町中通りスナックプレシャス、ゼブラ285、与勝中学校近くチキンの丸焼きポストジュニア、ビーズワーク沖縄、丸福重機、そして有限会社中野町建材ほか各社の協力でお送りいたします。さあ、今週紹介するグループはですね、スコーピオンズです。皆さんよくご存知だと思いますけれども、このスコーピオンズのですね、74年に発売になりました2枚目のアルバム Fly to the Rainbow、 日本語タイトルはですね、電撃のサソリ弾、サソリ団です、サソリ団スコーピオンズなだけにサソリ団なんですね。その辺の話も、織り交ぜながらいろいろとやっていきたいと思いますが、スコーピオンズは72年、ロンサムクロー、日本語タイトルは恐怖のサソリ団でデビューいたします。以下74年に、フライトゥーザレインボー、電撃のサソリ団、75年、イントレンス、復讐のサソリ団、76年、バージンキラー、強烈のサソリ団、77年、テイクンバイフォース、暴虐のサソリ団、78年、東京テイプス、サソリ団爆発。これ日本版のライブなんですけどもね、日本で録音したライブなんですが、この時代までがですね、私実はこのスコーピオンズ、好きな時代なんです。なんといってもラジオでこの曲を聴いた時にもう本当にね、雷が落ちたような、そのぐらいの衝撃的な感じでした。お届けいたしましょう。アルバムスコーピオンズのフライトゥーザレインボーから1曲目に収められています、スピーディーズカミング。
もうかっこいいっちゃねっていう感じですよね。本当にもうこれこそ、初期のスコーピオンズの、まあ、僕は名曲っていうか、わずか3分ちょっとにして、ギターのソロも入れて、もうボーカルの声のこの張り上げ方といい、本当にかっこいいですね。メンバーデビューした時のメンバーはですね、ギターがルドルフ・シェンカーさんで、ルドルフ・シェンカーさんの弟でマイケル・シェンカーさんも有名ですけども、このマイケル・シェンカーが、最初のデビューの時には実はスコーピオンで在籍していました。それからボーカルクラウス・マイネ、この人の声ももう、まあ、今ちょっと、やっぱり、この頃は若い声だなって、74年ですからね、このアルバムはね。ですから、それからもう、40年45年と経ってますから、確かにこの頃の声は非常に若いんですけれども、そして、まあ、ベースギターとドラムはこの1枚目のアルバムと2枚目のアルバムでは、メンバーが変わるんですが、マイケル・シェンカーさんも実は UFO というグループに、もう加入することが決まっていたので、2枚目からはいなくなります。そして2枚目から、ギタリストウルリッヒ・ロト、ウルリッヒ・ロトさん、本当に、なんて言うでしょう、仙人と言われてギター仙人と言われてる、あ、ごめんなさい、どこだ、あ、ごめんなさい、ギター仙人と呼ばれている方なんですけどね、この方が入ってきて、非常にこの特にストラトキャスターっていうギターについているこうバネを仕組みを使って弦を緩んだり、こう引っ張ったりすることができる、アーミングという技術を駆使してですね、わー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 みたいな、そういうテクニックもどんどん入れ込んでいきます。まさにジミヘンドリックスに影響を受けた方ではあるんですけども、ジミヘンドリックスよりもやっぱりヨーロッパ系のメロディアスな雰囲気で、ギターを泣かせてしまいます。さあ、続いて2曲目、この曲はね、泣かせる曲です。バラードです。 Fly People Fly。
いいですね。泣きのギター炸裂っていう感じで本当に気持ちいいんですが、このアルバムにはですね、今最初にかけたスピーディーズカミングで、今かけた、Fly People Fly の他に、They Need a Million、 Drifting Sun、 This Is My Song、 Far Away、 Fly To The Rainbow という、7曲入りのアルバムなんですが、 Fly To The Rainbow がですね、もう、9分余りありますので、本当こっちもかけたいんですけども、これはまたいつか時間があるときにお届けしたいと思います。さて、ツイキャスの皆さん、今日はですね、龍神正也さん、サッキーさん、隙間産業それからゆきゆきさんからメッセージいただいてます。ラジオネーム岐阜のタツボーイさんでよろしいでしょうか。メールいただいてます。こんにちは、ツイキャスで拝聴しております。岐阜の気温は沖縄より暑いですよといただいています。全国的に暑いですからね、本当に水分補給だけはしっかりと、取りつつも、玉城デニーのスピリッツオブレイディオという番組でございますので、よろしくお付き合いください。この番組はクララ鍼灸整骨院、中野町中通りスナックプレシャス、ゼブラ285、与勝中学校近くチキンの丸焼きポストジュニア、ビーズワーク沖縄、丸福重機、有限会社中野町建材、池一組、そして株式会社沖縄ドリームほか各社の提供でお送りしています。さて、このスコーピオンズというグループはですね、非常にいわれのあるグループといいますか、いわくつきのグループなんですね。75年発売になった、復讐のサソリ団イントレンス、このイントレンスは女性がギターにまたがっているという、非常に卑猥であるということで、物議を醸し出してジャケット差し替えられました。それからその次、76年に発売した、強烈のサソリ団バージンキラー、これは女の子が、全裸の女の子がちょうどこう、なんていうんですか、こう床に座ってるんですけども、ちょうどその、股間の部分がガラスが割れているような感じになっていて、これがまた物議を醸し出してですね、差し替えられます。そしてその次、 Taken by Force、 暴虐のサソリ団、これは墓場で銃を撃ち合っているというそのジャケット写真なんですが、それがテロを連想させるということで、これはダメだよということで差し替えられます。でその後も79年のラブドライブは、女性の、胸のところからガムがべちょーっと伸びているのを女性蔑視だと言われ、そして80年アニマル、マグネティズム電獣では、犬の目線がですね、男性の後ろ姿なんですけど、男性の何やら股間あたりを犬が見ているということで、これもまた卑猥だという、そういう話になりましてですね、まあいろいろ物議を醸し出します。でもサウンドの方は本当に超一流のグループへと成長していきますが、さあ、今日の3曲目、 Fly to the Rainbow から、この曲はですねちょっと長いんですけれども、いかにも初期のスコーピオンズっぽい曲ですので、ぜひお聞かせしたいと思います。ボーカルはおそらくウルリヒロと、リードギター本人がボーカルを取っている曲だと思います。 Drifting Sun。
玉城デニーのスピリッツオブレイディオ。この番組は与勝中学校近くチキンの丸焼きポストジュニア、ビーズワーク沖縄、丸福重機、有限会社中野町建材、池一組株式会社、沖縄ドリーム、クララ鍼灸整骨院、中野町中通りスナックプレシャス、ゼブラ285ほか各社の協力でお送りいたしました。ということで、もう後半は時間がなくなってしまいまして、もうエンディングに入ってしまいましたけれども、ラジオネームめぐみかんさんから初メッセージです。久しぶりにデニーさんのラジオリアルタイムに聞けて嬉しいです。最後まで聞いてますということで、ありがとうございます。わずか30分番組で26分しか、賞味オンエアの時間がないんですが、サッキーさん、スサさん、それからごめんなさい、龍神正也さん、ごめんなさい、もう一人ゆきゆきさん、ありがとうございました。ツイキャスでも皆さんとお話をさせていただきました。さて、そんなこんなでですね、まだまだ、暑さ続いております。ぜひ水分などを取っていただいて、この夏を、乗り切ってくださいね。お盆です。この週末、来週は沖縄もお盆ですから、お盆の雰囲気で、また私もいろいろと、16日17日は事務所休みですので、またちょっとふるさとに、里帰りをしたいと思います。私のふるさと、お仏さんはですね、沖縄本島北部の離島の伊江島というところにあります。伊江島に行って、またご先祖様にもろもろ報告をして、これからもまた見守ってくださいと、家族でおしゃべりをしたいと思いますので、皆さんもどうぞ、お盆の前の楽しい週末お過ごしくださいね。玉城デニーのスピリッツオブレイディオ、お相手は玉城デニーでした。ユーストの皆さん、ツイキャスの皆さん、ありがとうございました。ではまた来週です。